第一競争、1番3番2番6番4番5番角5コース4号艇金子拓也トップタイミングになりました。1周1マークへ向かいます。5コースからまくっていく4号艇金子、続いて6コーススタート5号艇栗原外を回る、うちは1号艇渡辺文幸が1コースから残してバックストレッチは2番手争いとなっています。先頭4号艇金子拓也5コース角からまくりました。リードは4艇身ぐらいありましてバックストレッチを通過、2番手は1号艇の渡辺、3艇身差外5号艇栗原が3番手、あとは2番の先6号艇津久井、3号艇の鈴木は1マークのところエンジンがストップしているようです。直線コースホームスレッチ側には5艇が入りまして、レースは2周目スタートは正常でした。4号艇金子先頭です。続いて1号艇の渡辺、さらには5号艇栗原の順となっています。なおこのレースは3号艇の鈴木は失格となりました。3号艇の鈴木は失格となりました。6番のストーが5コースでアウトコースが新人4号艇大沢で、1番2番3番5番6番4番でスタートが切られました。外6コースと4号艇大沢風紀コースタート、角から5号艇品川もコースタート、そして1号艇の江口1コースから逃げます。1マークトップ旋回になる、あっと後方で行ってアクシデントが発生しました。バックストレッチでアクシデントが1マークのところでアクシデントが発生しました。4号艇の大沢が転覆しています。4号艇の大沢転覆、バックストレッチ1号艇江口、3号艇渡辺の順で2マーク旋回です。5号艇外から品川、内は6号艇ストー、2号艇藤井も内、直線構成5艇が入っています。なおスタートは正常でした。このレースアクシデントがありまして4号艇の大沢が失格です。4号艇の大沢失格となりました。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。インから1号艇のマイケルですが、これは早いスタートとなっています。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。お知らせいたします。1号艇マイケル田代フライング変換欠場、1号艇マイケル田代フライング変換欠場です。1番の組に関する投票券すべて変換となりますので、お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。5コースから5号艇の山本、1人抜けたトップスタートを切っています。レースは1周1マークへと向かいます。逃げる1号艇の後藤、まくっていく5号艇の山本、後方では4号艇にアクシデントとなっています。先頭は1号艇の後藤、内側から2号艇の桑島、アウトコースに5号艇の山本、その後ろを3番6番と追走しています。スターター前提正常でした。1周1マーク4号艇池田ライタ転覆のため失格となっています。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。内寄り好スタート、インから1号艇新井がトップスタートを切っています。レースは1周1マークです。逃げる1号艇新井をまくる4号艇鈴木、内側から3号艇板倉、バックストレッチへと抜け出しています。先頭は4号艇鈴木が抜け出しています。2番手に3号艇板倉、3番手6号艇たら、その後ろ1番2番先生最高峰5号艇萩原と追走。スターター前提正常です。1周2マークをトップで4号艇鈴木が旋回、内側から3号艇の板倉、6号艇のただでホームへ取り返しています。2番手インコース6号艇のタダ、アウトコースに3号艇の板倉と並んでいまして、レースは2周目直線ではタダが一歩前と抜け出しています。2周の1番コートップで4号艇の鈴木が旋回、2番手6号艇のタダ、3番手3号艇板倉、バックストレッチへと抜け出しています。上位の体型は4番6番3番、その後ろ離されまして2号艇加藤、1号艇新井、最後方に5号艇萩原と追走しています。2周の2マークをトップで4号艇鈴木が旋回、2番手6号艇ただ後方ではアクシデントとなっています。後方2艇にアクシデントです。上位の体型は4番6番3番変わらず、レースは最終周回に入っています。2周の2マークでは2艇にアクシデントがありました。1号艇新井翔吾、5号艇萩原智也、1番と5番失格となっています。進入体系内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。
2コースから2号艇田辺センター3コースは3号艇の馬も好スタートを切りますが1周目1マークへ向かってはインコース1号艇の隅谷が逃げていって3号艇の馬内側からは2番6番と相次いで旋回しますがここはインコース1号艇の隅谷が押し切りました。スリットラー向かってはリードは5艇身スタートは前提正常2番手争いは2番6番3番と現在この3艇が固まって1周2マークを迎えます。2マークは内側から6号艇のオーツ外に握っていくのが2号艇田辺内からは3番4番ですがここは競り合いとなって直線コース後方ではアクシデント3番の馬にアクシデントです。レースは2周目に入っていきます。2周目第1ターンマークに向かっていきます。1号艇の隅谷がトップで2周1マークを旋回していきます。なおここでお知らせいたします。3号艇の馬選手は転覆失格3番の馬選手は転覆失格となりました。4対2人気は5番の長田から2番杉山1番下田へ1番2番3番5番ダッシュ4番6番スタートを切りました。インが若干へこんでいます。2コース好スタート2号艇の杉山貴弘ですがインから追いついていって1号艇下田が逃走なるか3号艇握っていきますが1号艇飛びついたその分2号艇猿には5号艇そして後方ではアクシデントが発生となっています。スタートは前提正常でした。2号艇杉山トップその後ろ6号艇5号艇並んだ2番手争いあとは3号艇1号艇が続いていまして4号艇が1周1マークアクシデント発生で失格となっています。1番です6番2番ですスタートしました。2コース1号艇から2コース5号艇と内側の両者が好スタートを切りました。まず1マークインから先手1号艇の豊田握っていく3号艇の堤さす5号艇の伊藤まくり出すか6号艇菊池でバックスレッジドッパルスに逃げる1号艇の豊田内側から6号艇菊池公平へさきがかかるかどうかというところ菊池進路を外に取りました。3番手わずかの差で5号艇の伊藤スタートは正常。1周の2マーク先頭で1号艇の豊田クリアスクニアスが折り返す内をつく6号艇菊池迫りますが2番手3番手5号艇伊藤真選手の順位の体系は1番6番5番165後方2号艇3号艇4号艇の順でレースはこれから2周目先頭で回っていく1号艇豊田クニアス開いて内を狙う6号艇菊池ですが届かず2番手ちょっと振り込んだ5号艇伊藤真選手がもたつきまして3番手には3号艇堤昇が浮上しています。そして4番手で4号艇の岩田上位1番6番3番後方では5号艇の伊藤と2号艇鈴木が止まっている状況です。2周の2マークトップで1号艇の豊田内をつく6号艇菊池公平トップ争いどうか6号艇1号艇並走状態3番艇単独3号艇の堤そして2号艇鈴木は構想を再開しています。先頭で6号艇の菊池公平2番手で1号艇豊田国安3番艇3号艇の堤上位6番1番3番6135号艇伊藤真選手止まっています。ここでお知らせ5号艇伊藤真選手は失格5番は失格となっています。ボートレース浜名湖のお正月開催静岡新聞社静岡放送ニューイヤーズカップシリーズ4日目準優3番勝負もいよいよ残すはあと1つ水面上第12レース順位勝戦です。なおこのレース4号艇で登場予定でした渡辺正成選手は欠場5選手による戦い1番2番3番4番5番6番です。6レースの一般戦スタートしました。1コース3コース1号艇3号艇あすが2コースアウトインコースが優勢です。1号艇西村出ていく先行2コースから2号艇吉田刺す外行きます。真ん中割って3号艇中井まくり出しからバックへ抜けた打ち刺した4号艇の番少々暴れつつ先頭の1号艇3号艇並走アウトコース1号艇西村インコースピタッと並んで3号艇の中井1周にマークの先行です。スタートは正常でした。トップ先行は内側から3号艇の中井1号艇の西村が奥から差しに構えてホームステッチ入りが先行艇は3号艇の長い4艇身先行しました。2番手には1号艇西村3番手内を通った4号艇の番3艇並び314となって前提2周目に入ります。2周1マークの先行3艇身先行する3号艇の長い2番手は1号艇西村3番手が4号艇の番追走バックステッチへ入りました。上位3艇314の並びから内を通ってスーッと来る一気に並んで捕まえ4号6号艇の安藤が半艇身先行しております。3番艇逆転浮上は6号艇安藤2マークの旋回に入るところ先頭リードは2艇身3号艇の長い2番艇追走中1号艇の西村3番艇6号艇安藤先行するが先頭艇とグーッと来ました1号艇の西村
並んで捉えて捕まえた。セントラス1号艇、3号艇、並走。ちなみにその後方4号艇、6号艇、こっちも接戦。最終周回です。あっちもこっちも競ってます。3周回第1ターンマーク、トップ旋回は1号艇西村、余剰を通る3号艇の中にバックへ入った。先頭リードは2艇シャント、1号艇西村、2番艇は3号艇の中に10艇清水がいた、3番艇6号艇安藤に決着。3艇並び結局136となって最後の時裏を通過、ラストマークの旋回です。先頭は1号艇西村、ホームスレッチへ、2番手では3号艇の長井、3番手が6号艇の安藤。おっと、どうしたどうした、西村にアクシデント、危ない。まもなくゴール、先頭3番長井五輪、2着は6番の安藤、2番の吉田、4番の番、5番の金山五輪。お知らせいたします。1号艇の西村滝弘、落水のため失格です。1番2番4番5番3番6番です。スタートしました。1号艇松田のスタートは早かったか。ただいまのスタートは審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券をお捨てにならないように大切にお持ちください。先頭4号艇木田と1号艇松田が並んでいますが、ただいまのスタートは審議中です。先頭は4号艇木田峰幸がホームストレッチに戻っています。2号艇中島光平が2番手、3番手争い3号艇土山と5号艇の新地が並んでいますが、スタートは審議中となっています。先頭4号艇木田峰幸、2号艇中島光平2番手、3番手争い3号艇の土山が3番手取り切って現在の体型4-2-3です。お知らせいたします。1号艇松田裕樹はフライング返還欠場です。1の組に関する投票権すべてが返還となります。1号艇松田裕樹フライング返還欠場です。1の組に関する投票権すべて返還となりますので、お手持ちの投票権お捨てにならないように大切にお持ちください。1番2番3番ダッシュ、4番5番6番第5レース予選競争スタートしました。ただいまのスタートは審議中。ただいまスタート審議中です。対象は3号艇高田光選手です。ただいまのスタート審議中です。お手元の馬券は大切にお持ちください。お知らせいたします。3号艇高田光選手フライングと判定されました。1番2番3番4番5番6番3対3の枠なりです。2秒1秒、今スタートしていきました。コースタートは2コース3コースから2号艇3号艇あと4号艇、この辺りがワーツーカーに出ていって逃げる1号艇の西村、握っていって3号艇と2号艇、内を4号艇攻めて、あとは5番6番でさあバックスイッチ、陰線からの1号艇の西村、人気の中心がイン速攻、現在2番手には5号艇が上がってきて大平義明、わずかで6号艇続いて、あと2番4番並んで後方に3号艇、なおスタートは正常でした。ラインタンマーク、まずトップで待って1号艇の西村拓也、そして2番手5号艇回った懐4号艇3号艇、あと6番2番ですが2番手は5号艇の大平がヒープして、さあ3番手争い、今度は2番と6番と両者が接戦状態、レーサー2周目とあります。先頭が1号艇の西村拓也が初勝利へと向かっています。2番手争いは5号艇の大平上がってきて、現在3番手争い2番6番接戦、西村第3マーカー、先頭1号艇、2番手5号艇回った、3番手争い2号艇の懐、さあ仕返して6号艇ですが、ここでさばいてわずかに6号艇の井上和樹、しかしまだまだ判定審査2号艇で6番2番、まだまだ3番手争い接戦状態で、後ろは水が入っていって4号艇と3号艇が接戦状態となっています。ランタンマーカートップで回る1号艇の西村拓也、2番手で回って5号艇の大平、3番手争い2号艇回った外を全速で6号艇の井上和樹回ってきて、2号艇がアクシデント転覆、1号6になって最終周回へと入ります。なお2号艇の原田秀也失格となっています。シリーズ2日目の戦いが展開されていますボードレース尼崎、迎えるカードは第9レース予選特勝。なおこのレースは1号艇森永純選手が欠場、5選手での対戦となります。6番ミナクチもオール連帯継続中です。6コースから新入員から1番2番3番4番5番6番スタートしました。5コースから好スタートは5番の西村道子好発進、ただスタート後は 1,2 コース2人伸び返します。それでも出ていく、あっと1番の矢渕は少しバランス崩した、後方では5番の西村にアクシデントが発生しています。先頭争いは2番の武井、3番に橋の両者、なおスタートは前提正常なスタートでした。先頭には3番の西橋が上がって
レースは1周2マークの旋回です。なお5番の西村道子落水のため失格、5番西村落水のため失格となっております。6コース周り4番の柴田展示同様の3対3インコースから1番2番3番5番6番4番です。スタートしました。やや目立ったのは 3,4 コースのセンター勢でしょうか。 1,2 コース若干スタートは劣勢、ただ伸び返して1番生田ですが相当2コースを危ないところをかなりもつれ合ってしまってアクシデントが発生してしまいました。かなり激しいアクシデントになってしまいました。なおスタートは前提正常なスタートとなっています。2艇にアクシデント2番の深川と4番の柴田です。レースは1周2マーク先頭5番の川野2番手6番の菱野潤です。これから2周目へと入ります。なお2番の深川学美は妨害のため失格、2番の深川は妨害のため失格、また4番の柴田はエンストのため失格、4番柴田はエンストのため失格となっております。3対3でインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3番4番5番が覗いたスタートから出ていきます。1号艇も伸び返していって1マークの旋回へ、逃げる1号艇の新海、刺す2号艇の宮地、まくり出しは3号艇の下川、内側から5号艇羽野、先頭は1号艇新海が逃げています。スタートは前提正常でした。逃げました1号艇新海が先頭、2番手は5号艇羽野対2号艇の宮地、すぐ後ろから3番4番6番、2マークトップで1号艇新海、2番手集団3番4番が先に待って刺す5号艇羽野に2号艇の宮地、2番手は4艇接戦となっています。内側から2号艇宮地、5号艇羽野、内にボートを持ってった4号艇高倉、外には3号艇の下川、1艇置かれたのは6号艇の音藤です。2周目1マークトップは1号艇新海、2番手ラスト4号艇高倉の外を2号艇5号艇握り合って刺す3号艇の下川、2番手集団からは2号艇の宮地が一歩抜け出してきました。その後ろに3艇きれいに並んでいます。3号艇下川、4号艇高倉、5号艇羽野、2周2マークです。先頭は独走1号艇新海渡る、2番手は2号艇の宮地、握り合う3号艇4号艇、ちょっとバランス崩してしまいました。2番手この間に4号艇の高倉が上がってきています。その後ろ2マーク付近では一手危ないシーンとなりました。なおこのレースでは3号艇の下川妨害のため失格、2号艇宮地は転覆のため失格となっています。1番2番3番4番5番6番の並び、スタートしました。1番2番3番とスローの3艇スタート揃えています。その後は1番2番3番さらに4番も出ていく。1マーク逃げる1号艇篠崎、刺す2号艇の古澤、まくり出しは3号艇の岡村、両者届かず先頭は1号艇の篠崎仁です。スタートは前提正常でした。トップに立ったのは1号艇の篠崎です。2番手は3号艇岡村、3番手は4番6番2番の接戦で2マーク、トップで1号艇篠崎、続いて4号艇の外を回して3号艇の岡村、刺してきたのは6番2番、先頭は1号艇篠崎、2番手3号艇岡村、3番手は2号艇の古澤でレースは2周目に入ります。その後ろは4番6番5番と追走、これから2周目1マーク、先頭は人気1号艇の篠崎です。2番手3号艇岡村、2号艇古澤、3番手バックスレッジ上位体系1番3番2番、その後ろでは1艇4号艇にアクシデントです。さらに後ろは6番5番そして4番危ないシーンとなっています。これからレースの方は2周2マークの旋回、先頭1号艇の篠崎、続いて3号艇岡村、2号艇古澤と折り返します。なおこのレース4号艇の郷原は転覆のため失格となりました。発祥地ライターボートレース大村ゴルゴ13杯シリーズ3日目の攻防第6レース予選競争を迎えています。なおこのレース4号艇で出場を予定していました中島誠一郎選手は家事都合のため欠場となっています。進入台形は定番通りインコースから1番2番3番4番5番6番の台形、準優勝戦第10レーススタートいたしました。
スリット通過が大きな差ありません。一周1マークで向かう先行争い最初の勝負どころ、インから逃げる体勢は1号艇、3号艇が外前内側から2号艇、4号艇が差していくバックストレッチ向こう上面でありますが、さあ陰線を仕切るか1号艇ですが、内側のからさあ2号艇がへさきがかかるか、さあ1号艇2号艇さらに4号艇も接近いたしまして、後方3番5番6番という体勢で向こう上面から2マークの旋回スタートの前提正常です。さあ1号艇が先前体勢、さあ4号艇が引いてさらに2号艇も差し構え、3号艇が外全速握っていく上位の体勢でありますが、ここで1番2番3番の体勢となってレースはこれから2周目と入ります。リードの方は現在3停身ぐらい、1号艇の江口、2番手追走、2号艇の石岡、3番手には3号艇の中里が追走、上位の体勢は1番2番3番後方5番6番4番という体勢でありまして、これは1マークです。1号艇先前体勢、外握っていった3号艇の中里、内をついては2号艇の石岡翔太、1番2番3番の体勢ですが、2番手争いは接戦となってまいりました。その後ろはもう5停身ちぎれました。後方向かっては5番6番4番という体勢、2番手争い接戦となっています。上位の並びは 1-2-3 かそれとも 1-3-2 の体勢か、2周目の大胆マークの旋回、2号艇が内、3号艇が外全速つけまいでありまして、上位の体勢は1号艇、2号艇ちょっと船がバタついて再び並んでまいりました。まだまだ接戦が続くこの2番手争いです。上位の並びは 1-2-3 か 1-3-2 の体勢かというところで2番手争いが接戦、後方は完全に水が空いて5番6番最後方4番という体勢、2号艇が3号艇を牽制しながら回ります。さあ3号艇がここでちょっとアクシデント、内側のから今度は5号艇が3番手、3号艇は落水となっています。1番2番5番の体勢となって向こう上面中間点を通過、後方向かってでありますが6番4番という体勢です。2連単の 1-2 は 3.2 倍、3連単の 1-2-5 は 12.5 倍となっています。1番2番5番後方は6番4番、なお3号艇の中里は落水のため失格となっています。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。インから1号艇前沢、6コース6号艇山田が好スタート、やや中へこみのスリットラインです。1周1マーク、3コースからまくる3号艇寺本、アクシデントとな大きく振り込んでいます。先頭1号艇の前沢抜け出しました。2番手2号艇の渡辺、3番手6号艇の山田、その後ろ5号艇桑島、4号艇北山と追走、3号艇寺本はエンストの模様です。スターター前提正常でした。一緒にマークトップで1号艇前沢が旋回、2番手は内をついて2号艇の渡辺、3番手6号艇山田、上位の体系1番2番6番、2艇進行方5号艇の桑島、4号艇北山と追走しています。2周の1マーク、上位の体系は1番2番6番です。なお1周1マークではアクシデントがありまして、3号艇寺本茂信エンストのため失格となっています。第2レース予選進入地から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。5コース5号艇の内堀ですが、これはちょっと早かったか。1周1マークへ向かっていますが、現在スタート判定中、スタートは判定中、お手元の札券は大切にお持ちください。ファンの皆様にお知らせいたします。このレースはフライングがありました。5号艇の内堀選手はフライング変換欠場、5番の内堀はフライング変換欠場です。従いまして5番に関係する投票券すべて払い戻し返還、お手元の船券は大切にお持ちください。風は現在もホーム向かい風コンディション。進入地から1番2番3番4番5番6番スタートしました。2コースから2号艇の牧、インコース1号艇一ノ瀬も好スタートを切りました。1周1マークへ向かってはインコース1号艇一ノ瀬が逃げていって、2コースから2号艇牧が差し構え、外からは3号艇の森、内からは4号艇のオツも行きましたが、ここはインコース1号艇一ノ瀬が押し切りました。4艇身リードを作って1周バックの中央を通過、スタートは前艇正常、2番手は現在4号艇のオツが現在2艇身ほど優勢で、その後ろには2号艇牧と3号艇の森、1周2マークは直線コース、1号艇の一ノ瀬はトップに立ってリードを広げていきます。2番手4号艇のオツの内側から2号艇牧が合わせてきまして、2番4番の2番手争いになりました。レースは2周目第1ターンマーク、2号艇の牧ですが、ここはアクシデント、2周第1ターンマークからバック側に入っていきます。なおここでお知らせいたします。2号艇牧選手は転覆失格、2番の牧選手は転覆失格となりました。レースコースは予選特別第11レースが始まりました。
なおこのレース出場予定でした5号艇の牧選手は欠場となっています。1番2番3番ダッシュ4番5番6番第4レース予選競争1秒前スタートしました。2コースから2番の塩崎久賀がマンスタートップスタートか。1周の1枠へまくっていく2番の塩崎です。その間を割って入るか。3番の福島は届かず、ここはまず逃げた2番の塩崎が先頭で、後ろ2番手争いが早くも焦点。3番の福島が外に、内から5番の細川が伸びて、ここで5番の細川が2番手、3番手は3番4番まだ競り合っていますが、ここは2番手以降はまだ3番5番さらに4番1番と競り合いが続きそうです。スタートは正常、先頭は変わらず2番、その後は3番5番4番、後方でアクシデントがありました。スタートは正常です。まもなく2周の第1ターンマークです。なお1周の第2ターンマークで落水失格、1号艇の勝浦真帆選手落水失格となっています。1番2番3番4番5番6番枠なり3対3で進入です。2秒前1秒前今スタートしていきました。コースターターセンターから3号艇の肘が絞っていって、インコース1号艇、あとはダッシュ勢から4号艇、まずはまくっていく3号艇をインから飛ばしていった1号艇、内側いて4号艇、後方でアクシデント、あとは5番6番と回って、さあバックスリッチはトップラス、稲尾スタートは正常でした。2号艇の野間大輝が失格となっています。第5レース予選競争インコースから1番2番3番ダッシュ4番6番5番です。スタートしました。2コースと5コース、2号艇6号艇両者がスタート優勢。2号艇川崎智之が先制攻撃に出る。2段で行くのは6号艇山下光大、内からは1号艇3号艇、おっと後方アクシデントがあったか。目下のところ2番6番の体勢となっています。なおスタートは正常です。なおお知らせいたします。5号艇戸田真隼人は失格、5号艇戸田真隼人は失格となっています。3対3の枠なりです。進入体系インコースから1番2番3番4番5番6番スタートしました。やや目立ったのは1コース3コースの2人、スタート後は3コースから3番樋口が出ていく、1番隅を叩いてまずはまくっていく、その中をついていったのは4番の柳沢千春、ここはまくり決まったのは3番の樋口ゆかり。スタートは前提正常でした。樋口のまくりが決まって先頭、その樋口の後を追ったのは4番の柳沢が2番手、その後ろ3番手の争い2番の生田、内から6番の田村が接近、外に5番の鎌倉が控える1周にマーク、3番手はなんとかここはこらえた2番の生田はみで、外からじわりじわり5番の鎌倉近づいてきて、その差一定進ほど、レースは2周目に入っています。即座に手を内に向けてくる5番の鎌倉亮、内から競りかけに行く、それをスピードをつけてかわしに行く2番の生田、後ろは危ないところ、4番の柳沢にアクシデントが発生してしまいました。かなり危ないシーンとなった2周の1マークです。3番5番6番と常人の顔ぶれに変化が起きて2周2マークへと向かいます。なお2番の生田はみね妨害のため失格、2番生田は妨害のため失格、また4番柳沢落水のため失格、4番柳沢は落水のため失格となっております。1番2番3番4番5番6番です。3秒前スタートしました。1号艇2号艇4号艇好スタートを見せました。その後は4号艇の青木が出ていって、さあ打ち手を飲み込んでまくり先制は4号艇の青木幸太郎、続いて1号艇2号艇5号艇6号艇殺到するも4号艇の青木幸太郎が抜け出しました。スタートは前提正常でした。まくりました4号艇の青木、さあ2番手が接戦で4艇が集団となっている。1周2枠4号艇の青木が回った後、2号艇松崎の外を回す6号艇のミーショ、2番と6番競り合う感じになって救ってきた1号艇の浦田浩二が2番手に浮上、3番手が2号艇の松崎裕太郎、その内側一定審査で3号艇森林の体勢です。1周1マーク、まずは4号艇の青木、2番手で1号艇の浦田です。3号艇の森林を回してから刺していった2号艇の松崎でしたが、ターンマークにぶつかってアクシデントとなりました。3番手が3号艇の森林となっています。その後方に6号艇三所高春、5号艇の富永茂、2周の2マーク4号艇の青木に続いて1号艇の浦田、3番手が3号艇の森林です。
なお2号艇の松崎雄太郎は転覆のため失格、2号艇は転覆のため失格となりました。そして6コースは6号艇の原田裕二です。予選競争第2レース枠成3対3スタートしていきました。3コース3号艇長野トップスタート。さあしかしその一つうち2号艇山本が出ていきます。1枠先手は1番鶴になりました。まくり雑誌3号艇の長野狭いところ狙いましたが入らず、1号艇の鶴が押し切りました。差しを抑えた1号艇の鶴光一郎トップ構想、そして3号艇中野総志郎果敢な攻めでしたが現在2番手争いを展開。長野と並んでいるのはインコース4号艇大和となっています。スタートは前提正常、2マーク4番先前3番、そして3号艇の中野が先行しました。4番の大和が流れたうちには2号艇の山本が入ってきています。3番手が接戦になっています。前の2艇1号艇3号艇リードして3着争い4番2番の接戦。3番はさあここはだいぶ2手を待った形になりましたが、しっかりとここ冷静にさばいた3号艇が2番手です。後ろ1艇アクシデントが起こっていますが、現在先頭1号艇の鶴追走に3号艇の長野、3番手争い2番4番の接戦に5号艇が最中上がってきた井山です。なお6号艇の原田は2周1マークにおいて転覆のため失格となりました。6番の原田裕二転覆のため失格となっています。そして初日からずっと部品交換の整備が続いている5号艇の川上翔平再アウトです。1番6番2番3番4番5番でスタートしていきました。センター勢が少し覗いて3コースから2番の桂林が出ていきました。まくる動きで2番の桂林、その懐を3号艇の桑原がまくり出しています。わずかに覗く3号艇の桑原優、追走は2号艇の桂林宏、3番手争い内側から5番1番4番接戦、最後方が6番となって1周目2マークへと向かいます。スタートは前提正常でした。3号艇の桑原先頭、追走2号艇の桂林、その間隔は2艇身くらいです。3着争いもつれていましたが今5号艇の川上が先行しています。目下上位は3番2番5番の台形で大時計前を過ぎました。2周目第1ターンマーク、先頭3号艇の桑原、続いて2号艇の桂林、3番で運ぶ5号艇川上の外、4番高木握りましたが少し膨らんでしまっています。体型は変わりなく325の上位体型、後ろ4番1番6番と後続艇固まっていますが前の3艇抜ける体勢となりました。3号艇の桑原先頭2周2マークをクリア、そして2号艇の桂林、5号艇の川上とホーム直線コースへ戻っています。最終周回3周目、あと1周の第3レース予選競争は1周1マーク4コース角からまくり出した3号艇の桑原優が今シリーズ待望の白星、そして今年2021年の初白星マークへと向かっています。2号艇の桂林、3コースからスタートよく1周1マークはまくった動きで2番手を構想、そしてここまで部品交換続く中厳しい展開という5号艇の川上ですが、混戦リードした3番手は昨日から続けての3着連帯マークになりそうです。上位体型は325で3連単のオッズは 3連単のオッズ 28.6 倍です。先頭3番桑原、ゴールイン2着2番の桂林、3着5番の川上、続いて1番マトリ、6番落合ゴールイン。なお最終コーナーアクシデント起こりましたが4番高木落水のため失格、4号艇の高木啓太3周2マーク落水のため失格となりました。6日間シリーズは4日目予選最終日の攻防をお送りしています。ボートレースオーブラゴルゴ13杯、レースは進入固定の第7レース予選競争を迎えました。なおこのレースに6号艇で出場を予定していた高木啓太選手は前半レースで負傷のため欠場となっています。枠成の3対3、進入体系は定番通りインコースから1番2番3番4番5番6番の体型で今スタートいたしました。
スリット通過後2コースから若干2号艇がコースタート、インから逃げる体勢1号艇ですが、2号艇が外つけまい全速で行きました。内側の方から今度は4号艇が刺していく。さらに5号艇バックストレッチ向こう上面でありますが、さあここはリードを取って先まくり観光は2号艇の須藤隆夫、リードの方は現在一定身ぐらい。2番手争いは4号艇の木村と、それから1号艇の鈴木、後方は5番3番6番向こう上面から2マークの旋回、スタートは前提正常です。2号艇がコースタートから内側艇の1号艇を先に叩いてトップ旋回、その後2番手争いは内側のから4号艇が単独2番手か、外若干ターンが流れて1号艇の鈴木は3番手、しかし2番手3番手の定眼わずかに一定審査、レースは2周目最終周回です。その後は4停止が来まして、3号艇先と5号艇中村ら並んでる4番手争い、最後方追走6号艇新人坂本です。2番4番1番体制第1ターンマークを旋回いたしまして、バックストレッチ向こう上面直線コースに入っています。上位の並びは2番4番1番の体制、トップ2番手2番手3番手それぞれ2停止半から3停止弱となっています。2連単の24の組み合わせ11倍、3連単の241 26.6倍を示しています。後方でありますが、3号艇の先が転覆をしております。2番4番1番の体勢で最後の直線コースから一般戦競争目玉レース第1競争はゴールを迎えます。今1着で2号艇の須藤ゴールイン、2着4号艇木村ゴールイン、3着1号艇鈴木ゴールイン、その後は5号艇の中村、最後方6号艇の坂本ゴールインです。なお3号艇の先転覆のため失格となっています。8倍とかぶっています。一般戦競争第7レースの開始を迎えています。対戦の5選手は1号艇橋本久和、3番が野村誠、4番加瀬智弘、5号艇が津久井拓也、そして6号艇が品川健二と5メンバーの対戦です。1番2番3番4番5番6番の進入です。予選の第3レーススタートしました。肩から4号艇の岩永勢いあるが、1番3番も出しが効いた。肩の4号艇岩永絞り込んでいったが、3号艇抵抗1号艇、この間に信濃を3号艇まくる。懐4号艇プレッシャー与えながら変化切り込む4号艇の岩永、バックへ入った主導権争い、3艇大激戦状態は1号艇の信濃踏ん張るか。4号艇の岩永伸びられる前に抑え込まれまして、1号艇先頭には信濃義行、3号艇の大塚がこれを積んでいったのか、さあ4号艇岩永も抵抗、6号艇も絡んでいてくるっと入り込んだ別府。4号艇と交錯ですが、この間に3号艇の大塚2番手優勢、1番3番が上位を作っています。5号艇の刺激がうまくにマークを立ち回った別府。さあ後方一定審判高架追撃も5号艇前を前を果敢に追った2番手争い、3号艇かわした。5号艇前が詰まって今度は別府がタイトに回っていて、3番手争いは入れ替わったから5号艇の別府正樹。ただ直線では5号艇の刺激の方が幾分追いついてきます。若手の3号艇の大塚にも後方6番5番あたり競り込んでくる。6号艇をつける。開いた5号艇は少し行き過ぎて波にも乗ってしまいまして、3号艇の大塚2番手はキープした信濃義行と大塚正治であります。3番手は別府のインコースから5号艇完全に届いて、そして4号艇の岩永にもチャンスが巡ったが、5号艇は6号艇を止めて4号艇の脇を切り込む。バックへ入った4号艇の岩永、少し止め気味で伸びを求めていただけに上がりは遅く、5号艇の刺激が3番手、1番3番5番が上位を作ります。ラストコーナーを1号艇の信濃義行に3号艇の大塚正治、おっと4号艇風に煽られたか、岩永残念転覆か。1番3番5番先頭1番の信濃五輪、2着で3番の大塚、5番の刺激が3着、6番の別府4番手、2号艇の東口5番手、なお残念ながら4号艇地元の岩永選手、最終コーナー風に煽られたか転覆アクシデント失格に敗れます。1番2番3番4番5番6番3対3の枠なり、まもなくスタート。2秒前、1秒前、今スタートしていきました。お知らせいたします。第3レーススタートに向かってフライング欠場デーがあるかも分かりません。第3レースは4号艇の河野和樹がフライング変換欠場、4番に関する船券は全てお返しいたします。さあバックスリッチ、現在先頭には5号艇の松山由紀、その後ろ6号艇、1号艇、3号艇、後方でアクシデント。第3レースは2号艇の浜本由紀が失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番の枠なり3対3。3秒、2秒、1秒、
今スタートしていきました。コースターとインコース2コースから1号艇と2号艇、あと6コースの6号艇ですが、1マークは握る1号艇の新田、刺して2号艇の渡辺、握った3号艇で後ろ4番5番6番で、さあバックスリッチは握る1号艇の懐に2号艇の渡辺が届いて、1番と2番とインコース2コースが突破争い、後ろで4号艇5号艇3号艇も上がってきて、後方に6号艇、さあ突破争いが接戦、なおスタートは正常でした。ランタンマークでは刺した2号艇の渡辺がコーナーを先取り、突っ込んでくる4号艇とやり合った、2号艇振り込んだ、アクシデントがあって接触があった、先頭はここで一気に1号艇、そして2番手5号艇、3番手に3号艇で1号3となっています。なお2号艇の渡辺悟が失格となっています。第3レース予選競争、1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。2コースから4コースの3名がわずかにスタート優勢、1マークへと向かいます。それでも1号艇細川明人が先手を取って、つけまいったか、2号艇角山前が詰まって流れたか、内をつく3号艇4号艇5号艇でありますが、なおスタートは正常です。目下のところ1番3番4番の体勢候補、アクシデント、なおお知らせいたします。2号艇角山優也失格、2号艇角山優也失格となっています。今日最後の一般戦、インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インド角1コース4コース、やや目立ったのは角から4番中村かなえ、しかしその後は内枠勢が伸び返して、先に回る1番の西村、真ん中割りに行ったのは3番の香山優子、さらには内くるっと運ぶ2番の五反田、西村の内側に2敗艇がいます。スタートは前提正常でした。内枠3人首位争いはわずかに左内からじわりじわり2番の五反田が前に出てきました。1周2マークの旋回、ここで2番の五反田が決着をつけてリード広がります。2番手を直線コース、3番の香山優子にアクシデントが発生してしまいました。2番1番4番の上位体系となっています。2周目に入っています。3番香山にアクシデントです。なお3番の香山優子落水のため失格、3番香山落水のため失格となっております。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第12レース、これはちょっと早いスタートもありそうです。1周1マークの攻防は1号艇が回って2号艇の芯で、そして4号艇と向こう上面に入っていきましたが、ただいまのスタートはフライングがあります。ただいまのスタートはフライングがあります。ただいまのスタートのフライング艇は1号艇の山本博久と4号艇の浜崎純也です。1番と4番は大変残念ながらフライングのため変換欠場となってしまいました。1番と4番に関する投票権はどうぞ大切にお持ちください。そして予選10位通過6コース6号艇の石橋道友と枠なり3対3スタートしていきました。これは早いスタートが見られます。ただいまスタートは判定中です。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。1マークの展開としては4番運んで5番刺してというところでしたが、お知らせいたします。4号艇の岡部はフライング変換欠場、4番の岡部はフライング変換欠場です。4番に関する投票券すべて払い戻しいたしますので、お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。